ばんは。ようこそふるさとアーティストフェスティバルにお越しをいただきまして、主催者を代表して感謝を申し上げます。歓迎を申し上げます。平成29年に開催をして以来5年ぶりの開催となります。本当に久しぶりの開催でございます。このふるさとアーティストフェスティバル、フランスにラフォーレ・ジュブネっていう音楽祭があります。東京でも毎年ラフォーレ・ジュルネ・イン・東京というのが開催されているんですが、このラフォーレ・ジュルネっていうのは、その期間、街中で芸術家が街角街角で、そしてコンサートホールで音楽が一日中流れている。パフォーマンスが一日中繰り広げられている。まあ、そんなお祭りがあるんですが、それを私たちの網走で育ったアーティストに、そうした街の舞台を提供して、私たちの元気を、凱旋公演をしてほしい、まあ、そんな思いから、このふるさとアーティストフェスティバルが発足したところであります。今回も多くのアーティストに、網走に帰ってきていただいて、市民の皆さんに一流のパフォーマンスを披露していただけるものと思います。そして今回は明日から四条通商店街で七福神祭りが始まりますが、当初思っていた通り、町を舞台に、祭りを舞台に、この会場だけではなくイベント会場でもパフォーマンスを繰り広げていただく、音楽が奏でられる、そんな日が明日、明後日、そして明日、明後日、土日と繰り広げられると思います。ぜひ市民の皆さんには楽しんでいただいて、そしてふるさとのアーティストを応援をしていただきたいと思います。その活力がきっとアーティストたちの大きな力になっていくと思います。また本来であれば市民の皆さんとアーティストの皆さんの交流会を開くところなんですが、コロナ禍ということで明日3時から7時まで、5時まで FM 網走でライブの放送が流れるところとなっています。地域 FM でありますけれども、今ではリスラジというアプリを使えば瞬時に全国でそのラジオ放送が流れますので、全国放送と言っても過言ではないと思います。網走に大いに広めていただく大使として、このアーティスト皆さんで育て上げていただきたいと思います。今日はお忙しい中、夕方にもかかりませずお集まりをいただき、応援をいただきましたことに感謝を申し上げ、開会のご挨拶とさせていただきます。今日はありがとうございます。